国道235号から見る第8級ニーカップ泥火山は北海道ニーカップ町に存在する丘陵群。地表に泥水などが噴出する泥火山である。国道235号沿いに並ぶ。ニーカップ町市街地から北北西約2トルの地点から北西に向けて複数の泥火山が並ぶ。かつては八つの泥火山が確認されていたが現在では 第2級から第5級の位置は不明となっており、第1、第6から第8までの、計4つが現存している。北西端の火山を第1級、南東端の火山を第8級とし、第8級が最も大きく活動も盛んである。形成されたのは、最終表記以降の極めて新しい年代で、1663年の、ウッサン噴火前にはほぼ現在の形が出来上がっていた。 近年も大規模な地震発生時には、噴出現象が見られ、1952年、トカチオ地震、1968年動作、1981年、浦河沖地震、1994年北海道、東方沖地震、2003年十勝沖地震、2008年動作には、主に第8級で噴泥や、山体の変形が記録されている。 北海道天然記念物に指定されているが、泥火山の大半は、私有地内にあり、遠望することのみが可能である。現地の地下構造は、廃車構造に断層が交わる構造となっており、これら地質条件に地震等の影響が加わり、地表にガスや泥水、土くれが噴出するものと考えられている。火山活動に伴い形成された地形ではない。ありがとうございます。